2022明治安田生命 J1 リーグ第20節です。埼玉スタジアム2002から浦和レッズ京都サンガの一戦をご覧いただきます。今シーズンの開幕カードだったこの両者の対戦です。この3号には水沼さん、この間のガンバ戦の終盤ですか。そうですね、今日のメンバーの表記からすると関根がディフェンダー登録になってて、はい、まあ、これ左以外に落ちればそのまま右にスライドすると4バックになるので、まあ、攻撃時にはこういう形になってディフェンスの時には 4-4-2 みたいな形で守るのかなという感じなんですけどね、はい。まあ、京都張監督も試合中にシステムを柔軟に変える監督ですが、はい、とはいえベースは水沼さんこの 4-3-3 です、ね、だと思います。はい、はい、低い球、逆に手前を狙ってきました。出会ってるところにいたのはモーベルグ。この右足、関根は微妙な浮き球。おっと、接触で PK がありました。浦和立ち上がり PK 獲得。モーベルグ、これはタイミングを外して左の隅に決めました。11分、ホーム浦和 PK で先制。 1-0、 幸先よく一歩前に出ました。いや、松尾のドリブル、キレがあるアピアタビエがついていく。松尾行く、松尾行った PK。モーベルグ、おーと止めた上福本、ドンピシャ、見事なショットストップ。そのまたぎから岩を狙った。元が開け出た右の隅を狙ってきました。岩尾、面白いアイデアでしたね。秋元、おお、後ろから大久保が折り返した。秋元が背負ってキープから最後好調大久保。まあ、シュートだったとは思いますよね。大前が蹴ります。ヘディングトスからた同点。大前から竹富、セットプレーでした。京都54分、同点です。1-1。いや、いいボール、そしていいヘディングでしたね。セットプレーから京都追いつきました。これでボールを今もらった西川の完封記録更新ならず、逆に大武田、縦パス、宇高がいた、山田が来た。ショートカウンターはめました。1-2、アウェー京都1点リード。山田です。ようやくプレスがはまったというところじゃないですかね。岩波、ズバッと縦、松尾へラストパス、松尾雄介、江坂のキラーパス、松尾の飛び出し、浦和の決定機です。いや、今のこの岩波のパスから縦縦、まあ、素晴らしい江坂のボールでしたよね。本当に決めるだけでしたけども。
あ、早い。出したのは岩尾。サーボーベルグシュートあります。シュートだー、まさに左足、まさにボーベルグ、点の取り合い2対2、逆転されて4分後追いつきました。浦和ダビド・ボーベルグ、岩尾のパスからボーベルグです。まあ、今のはモーベルグのシュートも素晴らしいですけど、この岩尾の早いリスタートがもう全てだと思いますね。もうあのタイミングで出した、そこから1対1も余裕を持って仕掛けられましたし、はい、まあ、やっぱり戦術的な戦術眼というか、はい、ゲームの読む力とか、まあ、それを含めて岩尾が素晴らしいですね。いい動きでしたね。ゴール空いてる、ゴール空いてる、頭でついて夏をパス、大久保上げた、モーベルグが外、江坂、モーベルグ左足狙った、まさに上福本、江坂決定機。いやーすごいセーブですね。シュートも良かったですけど、いやー後ろからパスが来た、体操する上福本、ダビド・ボーベルグ戻して伊藤から松尾、クロスだ、決定機。浦和頭を抱えたリカルド・ロリゲス、入れた、宇高が拾ったところで試合終了の笛。大畑なぜ入れなかったかな。ゴール前酒井も入ってましたが、はい、クロスは上がりませんでした。しかしながら膝をつく両選手の選手複数、激闘でした、はい、2対2先制浦和、逆転京都、浦和追いついての 2-2 の引き分けです。